です、これからですねいよいよ、このですね冬山シーズンに入っていくんですけども、僕が手に持っているこれはなだれビーコンなんですけども、いよいよこのなだれビーコンっていうのが、必要な季節に入っていきます。今は10月の23日、北アルプスはですねそれほどまだ雪は、降っていなくて、穂高槍の方で数日前に初冠雪っていうのが記録されたりとかっていうような状況ですけども、まだまだ雪は深くない状況です。でこれから11月に入って11月半ばぐらいにはもう立山の方でですね初滑りという声が聞こえてくるぐらいに、これからどしどしとこう雪が降り始める季節なんですけども、11月に入るとですね雪山シーズンに入ります。北アルプスはもう11月の半ばぐらいにはもう初滑りっていうのができるような季節に入ります。でそういったですね初滑りとか雪山登山を、される方はですね必ずこのビーコンの携帯っていうのが富山県の場合はですね、条例で義務付けられているので、この携帯しないとですね山には入れないというような感じで、それはあくまで雪崩の事故というのはこれまで今までにですねもう何十件何百件っていうのを起こっていて、そういった事故の時にやはりこの雪崩ビーコンっていうのがあることで助かったりとか、早くこう捜索をしたりとか早くこう発見するっていうことに、やっぱりこう必要なので、この雪崩ビーコンを持たなきゃいけないんですけども、で今日はですねこの雪崩ビーコンについてちょっとこうご説明をしたいと思いますので、これから雪山に入る方、スノーボードやスキーでバックカントリーを楽しまれる方はちょっと参考にしていただければと思うんですけども、まずこれ僕が今手に持っている、ビーコンは、ピープス社という、オーストリアのですねピープス社という会社の、ピープス DSP、こちらがスポーツ、こちらがプロというモデル で今年からですねこのプロアイスっていうのが加わったんですけども、このプロアイスは、このカラーがですねカバーのカラーがちょっとこう限定カラーということで、機能的にはこのプロと同じプロアイスは同じなんですけども、このなだれビーコンがですね、持っている特徴としては、今年からこのスポーツもですね、捜索中にもしなだれが来たらというところで、普通はですねこの送信、電波を出しながらもう山に入るときは電波を出した状態、送信モードセントというモードに入れて、ハーネスかなんかにやって体にしっかりと、装着してですね山に入るんですけども、それで雪崩がもし来て埋まってしまっても送信電波を出しているのは埋まっている人は、送信電波を出して、探す人、その埋まっていない人は、サーチという、捜索をするときの受信をする、モードに切り替えて使うんですけども、その時にですね、埋まってる人はまあ送信していると、でそれを探すためにはサーチモードにしなきゃいけないんですけども、まず探す時は体から、ハーネスから出してですね手に持った状態で捜索をします。で捜索する時は、送信電波というのがあると、捜索はできないので、埋まっていない人、その現場にいる周りにいる人は、全てのビーコンをですね、サーチモードにしてそれが捜索が始まるんですけども、これから新雪のパフパフのですね雪で大量に雪が降ったような時、雪崩があるような時はそこに入っちゃいけないんですけども、もしもその雪崩がですね頻繁に起こるようなところで、もし捜索をしなきゃいけないっていう時はですね、まず手に持った状態で、サーチモードにしなければならないと。でその時にもし雪崩が来て埋まっても自分のビーコンはですね送信電波は出していないということで、一応このピープス社の、プロもこのスポーツもですね、スポーツは今年からなんですけども、送信復帰モード、送信に自動的にですね復帰するモードというのがあって、このプロの方は1分間、スポーツの方は3分間ですね停止している状態が続くと、受信モードから自動的に、送信電波を出すモードに切り替わるという機能がついています。ただそれはですねあくまで自分の体の近くにこのというか身につけている状態、このビーコンを身につけている状態で、探していて雪崩があって埋まってしまったと、そうするとずっとこう止まっている状態になるので、このビーコンがですねモーションセンサーが働いたりとかして、1分間停止していると自動的に送信を始めると、そうすると他の埋まっていない人は、またそれで捜索ができて探してもらえると
探して、まあ、救助に至るというような感じになるんですけども、それはあくまでですね、手に握っているか、そのハーネスにですね、こういったストラップでジョイントされているんですけど、それがしっかりついている状態、自分の身の周りにですねビーコンがある状態だと、捜索はできるんですけども、もしもですねその雪崩のパワーによるんですけど、その雪崩のパワーだったりとか何かのあれで、ストラップがぶち切れてしまうということも考えられます。ずっとこう雪崩の間ですね手に握ってられればいいんですけども、そうもできないとバランス取ったりとか、あのいろいろする時のためにですね手を離してしまう。そうするとこのあとビーコンだけがですね一緒にこう雪崩で揉まれたりとかする時に、こいつがすごい力を受けると、このストラップの付け根だったりとか、このストラップが切れたりとか、まあ、壊れてしまったりとかですね、もしかしたら、まあ、あまりないんですけども、この電源がオフになってしまうと、何かにこう当たってガチャッと揉まれていてオフになってしまったりとかしてしまうと、今度はですね送信電波を出していないので、探せない、または体から離れていったら送信電波を出してもですね、そこを探したら、まあ、ビーコンは見つかるんですけど本人はいないというような感じで、そうすると、ビーコン持っていないのと同じような感じで探せないという状況に陥ると。で、このピープス社の方ではさらにですねバックアップというものを重要にしていて、このバックアップトランスミッターというのを、発売しています。で、このバックアップトランスミッターはですね、体からビーコンが離れたりとか、送信電波を出していない状態で20秒以上体が停止していると、このトランスミッターがですね自動的に送信を始めるというようなあの機器なんですけども、捜索をしているときはこの、メインのビーコンは手に持って捜索をしているので、やはりこう体が離れてしまう可能性があります。で、このトランスミッターはそういうときも必ずもう体の中にですねベルトのところに装着をされていて、体から離れない状態で装着を続けると。それでいて、このビーコンが送信していない状態、それでいて体が20秒以上、停止していると、これもですねモーションセンサーというのが働いて自動的に送信を始めるということで、まあ、あくまでバックアップ用ということなんですけども、そういう時もこの体から離れてしまう、ビーコンが壊れてしまう、その雪崩を受けた時にですね手に持っているもんで、ただハーネスの中に入れていれば雪崩にあってもビーコンってそんなに壊れたりとかそういうことはないんですけども、捜索中に雪崩に遭うとあの外にこう出ている状態、それでいて一緒にこう揉まれるので、あのもしかしたら壊れたりとか電源がオフになってしまう、あとは体から離れてしまう、ブチ切れてですねストラップが切れて離れてしまうということも十分考えられるので、その次のバックアップとしてもう最終手段としては、このバックアップトランスミッターを使うしかないということで、これはですね今ピープスから1万5000円ぐらいだと思うんですけども、価格はですねまたうちのホームページのサイトに出てますので、それをご覧いただければいいんですけども、一応まあ最終手段として、このバックアップトランスミッターというのが発売されていますので、もしもあのこれから、特にですねバックカントリーとかっていう、スキーやスノーボードであの谷を進むのがまた楽しいんですけども、あのそういったところに入る方はですね、一応この雪崩という危険がこれからあの常につきまといますので、一応この DSP のプロであったりとか、このスポーツは今年のバージョンが 3.0 というバージョンになって、これもですね去年まではあの送信自動復帰機能というのはついていなかったので、送信には自動的には戻らないんですけども、この 3.0 というバージョンでこのスポーツにもですね自動復帰機能というのがつきましたので、もしアップデートされればですねその機能を使えるということになります。このスポーツもですね今まで の去年一昨年発売されていたスポーツも新しいバージョンにファームウェアをですねアップデートすれば、自動送信復帰機能というのが使えるようになりますので、それでも体にそれがあくまでついている手元にある状態で、探せるということなので、もしも手元から離れたり壊れたり電源がオフになったりとかした時のためのこれはバックアップ、そのためのバックアップということで、もう最終的なバックアップということで、まだあまりですね、あのこのバックアップトランスミッターを、装着されてですね、山に入られている方は少ないとは思います。でもうちでも、年間どれぐらいかな、10代とか20代とかっていうレベルで、このビーコンはですね、200台とか300台、あのシーズンによって違うんですけども、だいたい年間その冬のシーズンに200、300台、
給はさせているんですけど、まだこのバックアップトランスミッターは年間その中でも10台ぐらいしか普及していなくて、まあこれの必要性っていうのがまだまだですね、それほど、まあ雪崩に遭うっていうことも少ないし、雪崩の事故っていうのも年間を通せばですね何件かはあるんですけども、それでも数は少ないので、そういったケースっていうのもなかなかあまりないというようなことで、あまりこう重要視はされていないんですけども、一応そういう危険性もあるということで、この、まあ、それがですね自分の身にかかったらですねアウトなので、一応そうならない、このバックアップトランスミッターが必要な状況にならないっていうのがベストなんですけども、一応まあそういうことがあった時に自分の体が離れてしまったりとか、ビーコンが探してる時ですね、電源こオフになってしまったりとか壊れてしまったりとかっていうことがあった時の、バックアップということで、まあ、ぜひですね特に、そういったこうガンガンこう攻めていく方は特にですね、あとはリーダー的な方でどうしてもこう捜索っていうものが何かあった時には探さなきゃいけないというような、方は特にこのバックアップトランスミッターっていうのをつけていただければ、もう一つこうバックアップっていうのが取れますので、まあこれはですね本当に、必要っていう機会っていうのが本当にこれを持っていて一生に一回あるかないかということになるんですけども、まあほとんどはないとは思うんですけども、一応でも来た時には、まあ、これが最後の頼みということで、本当にこれこそ保険です。よくこのビーコンを保険だと思っている方がいるんですけど、このビーコンは保険でも何でもなくて、これはですねもう重要必要なものですね、必要な装備、もう体の一部にしていただきたいと思う装備なんですけど、まあ、このバックアップトランスミッターはその中でもちょっとこう保険的な感じで、いろんなこの悪状況が重なった時にしか、まあ、必要にならない。でもそれが重なってしまった時っていうのはこれがもう命の道具となりますので、これもですねぜひ検討はしていただきたいなと思うんですけども、でこれはバックアップトランスミッターということで、ただこれはですね送信電波を出す条件としては、このビーコン、メインのビーコンを持っていて、これをそのバックアップとして使うという時にしか使えないので、必ずこのメインのビーコンを持って、その時のバックアップとしてこれは使っていただきたいなと思いますので、まあ、一応ですねそういうバックアップトランスミッターというこういうものが、もう何年も発売されているんですけども、まだまだ普及はしていないというような状況です。ただこれがじゃあ全員に必要かって言ったら、これが必要になるっていうのは本当に少ないというか、例えばこのビーコンはですね雪山に入るときにビーコンを買いましょうと、まあ、この条例でも必要だし、いざこれを使うことになったときに正しく使えるようにトレーニングとかをしなきゃいけないと、まあ、そういうことでは使えるんですけども、このバックアップトランスミッターはそういうことにはもう一切使わなくて、本当にバックアップという目的だけなので、まずはこのビーコンを、持っていない人はこのビーコンをですね購入して、もしもそれが今度探す側に、移るような、まあ、頻繁に山に入るとか、そういったこうなんていうかな、積極的にですね攻めていくような人は、このバックアップトランスミッターっていうのを持っていれば20、30の、まあ、命の道具としてですね役に立つ時が来るかもしれない。これがないと、探せなかったよっていうようなことになるかもしれないということで、まあ、こういう道具もありますよということなんですけど、一応これはですねこの動画のですね下に、説明のところにリンク、このページのですねリンクを貼っておきますので、もしまた参考にしていただければなと思いますので、で、これからですね雪山シーズンに入ります。雪崩に遭わないっていうのが一番なんですけども、まあ、雪崩に遭った時、雪崩に誰かが会ったその現場に差し掛かった時、携わった時にですねしっかりとこう捜索ができるということで、よく、雪崩ビーコンで訓練をしてたりとか、まあ、持ってれば大丈夫みたいな感じの方がいらっしゃるんですけども、あくまでですね雪山厳冬期の、人命救助に携わるということなので、ただこの雪崩ビーコンを持ってるからといって人命救助ができるかといったらまた別問題になるので、人命救助ができるスキルを身につけていただきたいと。これはあくまでビーコンは、その埋まっている人のところまで行って掘り出すことができると、まあ、それでもそれでとりあえず命をこう助けるっていうのには重要なんですけども、そこからですねその人が元気に動いてくれればいいんですけども、
そこからこう人命救助っていうのが始まりますので、そういった時にもですね、慌てずに、的確にですね、正しく救助っていうのができるように、人命救助という部分のトレーニングもぜひ積んでいただきたいなと思いますので、バックカントリー穂高では一応、冬のシーズンにですね、うちでこのビーコンを購入いただいた方を、まあ、対象にしているんですけども、雪崩講習っていうのを開催していきますので、それはあくまでまあ、このビーコンの使い方とか、雪崩の基礎知識的なところも重要なんですけども、それよりもその雪山ですね、原動機の雪山での救助、雪崩救助というものを、どういうものが、どういうことなのかっていうことを体験していただくための、訓練ということで開催しますので、またそちらもうちのホームページでご案内していきますので、ぜひ参加していただきたいなと思いますので、今日はですね、このビーコン、これから冬山シーズンに入ります、雪崩ビーコンと一応このバックアップトランスミッターというのがあるんですよということをちょっとご説明をさせていただきました。